ははいいどうもこんにちはよろししくお願いします本日も石破政権を叩いていきたいなというふうに思ってるんですが本日11月11日はあの主犯指名ですよねおそらく石破政権第2次石破政権が誕生すると思うんですけれどもまあ、そんなことよりも国会議事堂正門前に令和新選組の9名の新たな議員衆議院議員が集結したんですよねライブ配信があったんですけどまあそれ見たんですよ。見ててなんかねぐっときた 正直ねぐっと改めて来ましたよ良かったなと思って3議席から、まあ、2桁はいかなかったんですけれどもね、まあ、9議席3倍増になったということでその専門前ですよ9名の新たな衆議院議員の顔ぶれを見ると。 うん、感慨深いな、嬉しいなと思って、これがどん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 増えていくたんびにね、こういう思いができるのかなと思うと、応援のしがいもあるなというふうにね、改めて実感したんですよ。で、正面玄関で集まって一言ずつ各議員がね、挨拶をするんですよ。もうそういう挨拶を聞いてても、まあ、新人議員と2期目の議員との まあ、差が出てるなというふうに思うんですが、まあ、新人ですからね、まだ質疑にも立ってないわけですから、その辺は温かい目で応援していきたいな、見守っていきたいなというふうに思うんです。これがさ、3年も4年も5年も経って今の調子だったら問題だと思うんですけれども、まだまだ新人議員ですからね、学ぶことたくさんあると思うので、ぜひたくさん学んでいただいて、国民のために一生懸命働いていただきたいなというふうに思ってるんです。まあ、とにかくね、嬉しかった。やっぱ、急に揃うと嬉しいなというふうに思す。 思うんです。まあ、これにつけるんですけどね。で、まあ世の中はさ、今日あたりまたニュースになると思うんです。主犯指名何時からですかね。本会議13時とかだと思うんですけれども、まあ、国民民主党が玉木に入れるだとかさ、維新がババに入れるとかいろんなことがねまた記事になると思うんです。当然令和新政組も。 山本太郎と書くでしょう。ね、最初の1回目も2回目も山本太郎というふうに書くでしょう。まあ国民民主党も玉木雄一郎と書くみたいなことを言って結構叩かれてるんですよね。あの民主主義のうんたらかんたらだみたいなふうに叩かれているんですけれども、 まあでも立憲の野田には入れたくないですよね。令和新選組支持者としてはね、僕の気持ちとしてはまあ半分半分なんですけど、入れてほしい部分もあるし、山本太郎と書いてほしい部分もあるんです。そこは政策協議でさ、消費税減税5%をやりますみたいな、そういう手の組み方で、 野田に一票入れるっていうんだったら、ね、まだ理解はできるけれども今の状態野田に一票入れるってありえないじゃないですかだから山本太郎と僕もね書いてほしいなというふうに思うんですっていうかもうっていうかですよ山本太郎総理でいいんじゃねというふうに思いますけどね一番良くないですか山本太郎総理でね日本のために国益のために一番いいと思うですもうトランプアメリカ大統領ですよね再選したということでこれから日本の企業ですよ特に大 企業は大変になりますよ今大きくニュースになっているのが関税の問題だと思うんですねアメリカ国内に輸出するときには関税が高くなって 企業が輸出する商品が売れなくなるんじゃないかというふうな懸念もされているわけですよね。で、今日本は輸出ですよ。円安で輸出してガッバガッバ儲けてるわけですよね。それがうまいこといかなくなるんじゃないかと。じゃあアジア圏内の方で売ればいいじゃないか。アメリカ頼みってやめようぜ。アジアに行こうぜ。インド、中国に目を向けようぜ。みたいなことをずっとやってたんですが、中国が不況でしょ。だからアジア圏内に売りつけたくても、アジア圏内でもなかなか売れないという状況になってるわけです。だからアメリカは完全で うまく売れないアジアもうまく売れないということで大企業はいくら円安でもね輸出下がってくるんじゃないのかなとでで円安だからさ輸入物物価価高高くくくななりますすよね企業物価も高くなってくると思うんですそうなってきたらね今まで円安万歳みたいな政策をとってきた日本政府ですけどどうするんかねと思ってその一方でねアメリカは日本に輸出する時は関税下げろと言ってくると思うんですよ。 アメリカの製品を日本でよりたくさん売りたいということで日本には完全下げろって言ってくると思うんです。まあそれを間違いなく言ってくると思うんです。100%言ってくると思うんです。まあその根拠というのはアメリカはさ、ドル高なんですけれどもアメリカの 輸出の方ですね。輸出の方はずっと赤字なんです。ドル高なので、売れば売るほど利益が減っていくという状況なんですよ。大企業はだから本当苦しくて、輸出すれば赤字になるので、なんとか国内消費を高めていかなきゃいけない国、国内に売りつけていかなきゃいけないんだというような政策なんですね。だから、輸出すればするほどアメリカが赤字になってくるので、トランプ大統領というものは、大企業に寄り添うような政策が多いと思うんです。だからね、ドル高をちょっとドル高 ドル安にしたいわけですよで、ドル安にしないと輸出で儲からないわけですよねだからそのうち円安が円高の方に向かっていくかなとは思うんですでもこれねもねほんとよくわかんない円安に行くのか円高に行くのかよくわかんないけれども一つ言えるのはさ まあアメリカのその顔色一つで日本の経済がぐら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 動くわけですよね。それなぜかってやっぱ国内消費とかね、国内産業とかを大切にしてこなかったからさ、外に売ればいいやん。国内で売れなければ外に売りに行こうぜ、世界は広いぜ、みたいなことをコロナ以前からずっとやってきたわけです。 その結果国内消費も落ち込んで国内産業はないがしろにされてきたわけですよね。そういうことそういう政策をさ、ガラッと変えなきゃいけないんだというのが山本,山本太郎、令和新選組の政策だと思うんです。そういうところに舵を取れば日本はすごく強くなると思うんですけど、まあ今の石破さんを見てもそうですし、野田さんを見てもそうですし、そういう政策は取らないでしょうね。やっぱりなんだかんだ言い訳しながら円安を容認していって大企業は大企業でね、今度は大きく売り上げ 上げを減らしていくと思うのでさらに日本政府は何をするかっていったらその大企業を助けるために助成金補助金を新たに作って助けていくそういうことで何とかその場しのぎを続けていくような政策をするんじゃないかと抜本的にガラッと国内消費を上げる国内需要を高めるみたいなそういうことはやらないんじゃないかなというふうに思うと令和新選組の経済政策が一番いいと思うのでこの国を救うのはねやっぱ令和新選組山本太郎内閣総理大臣を生み出す他にはないのか というふうに思っていいますということで、ね、冒頭でも言ったように新たな衆議院選手が9名誕生したということで非常に晴れやかな11月11日です。 はい、ここで皆様に2点お願いがございますぜひ動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っています早速本題から行くんですけれども2点目のうちの1点目ですね YouTube のチャンネルメンバーシップの登録月額490円からとなっているんですけれどもそちらの方をね登録していただきたいなというふうに思ってるんですまあ YouTube のチャンネルメンバーシップに登録して何かメリットがあるんですかと言われたらちょっと心苦しいんですそんなに メリットは正直言ってないと思うんです。あなたに対して何か与えられるものはないのかなと思うんですけれどもとにかくね伊達和則を応援したい伊達のファンだよという方がいらっしゃいましたらチャンネルメンバーシップ月額490円ですので是非ご協力お願いしたいなというふうに思っています。 2つ目なんですけれどもいやいやいや伊達一則を直接支援したいよという方がいらっしゃるかもしれないんですねそういう方がいらっしゃいましたら銀行振込でのご協力ご支援も承っております銀行はみずほ銀行になりますで口座情報は概要欄の方に載せていますのでそちらの方をねご覧いただいて手続きの方を進めていただけたらいいかなというふうに思いますまあ僕としては直接支援がありがたいんですけれどもね YouTube のチャンネル メンバーシップとかスーパーチャットになると youtube がごっそり手数料を持って行っちゃうんですよだから私に入ってくるお金というのは非常に少なくなるんですよねそれに比べて銀行振込だとそのまんま私の活動費とかね機材購入費とかまあ、そういうものに充てられるのでできればね直接支援の方がいいんですけれどもまあ直接支援でもいいし youtube チャンネルメンバーシップでファンになる伊達和乗りを応援するという方法でも構いませんのでぜひご協力していただきご 支援していただきたいなというふうに思っていますということで本日は2点皆様にお願いでした以上ですありがとうございました